おネギ一握りくらいやったろ。おネギ、どういうこと？あのネギが、ほんで、うん、こうするくらいやったろ。うん、それ何味噌かね、白味噌か、え？白、これはもう白ばっかりです。うん、だから下絞りくらいかな。甘い、食べられる。これあいか、わけだった。辛いね。そりゃ味噌やもん。3分間茹でるだけ。これ見よってよ、いか茹でる、うん、俺がわけだった。うん、ちょっと3分茹でなさい、茹でた。うん、これも触ったら手洗わないと。いかがするめこれ。うん、名前って書いてあるね。うん、切ってくれたらちゃんと。こうやってね、茹でたら完全に死ぬと。うん、何が？虫。うん、虫がおるんやって、うん、その虫をね、生で食べたりして、虫がね、家くっついたりしたら手術せんといかんなる。生なんかも経験に食べられん。経験に食べられんってどういうこと？何でもかんでも食べないって言うよ。あのカツオにでもサバンでもおるよって言った。うん、前ね、おばあちゃん、サバのお寿司がすっごく好きやったのよ。うん、けど、友達が、友達がね、サバのお寿司食べて、うん、意外となったら、ドクターがね、うん、虫が元気で泳ぎるだと。それからも嫌になったの、よう食べるの。へぇ、ほんで手術した。いや、でその友達も一切やめた。うん、よう食べるのけど、熱を通したらね、うん、完全に熱を3分通したら死ぬれた。うん、イカのお刺身もあるね、生の。あるよ、何もでも。日本で秀子さんも やらるんですよ。だめやら、わからんもんね。これを見て、ちゃんと散歩にやってからしゃ。うん。もう2分経った？もうあと1分くらい？もう3分ぐらい経ったなんかね。まだ。これけどあんまり炊きすぎたらかそうなるわね。ああそう、うん、けど牛がおるよりかマシ。まあね、ここ取ってね。そこ取り寄ります。台所だけ。うん、もう30秒だったら大丈夫や。
あんまりだけど、だ、勝とうなるわやき。うん。3分だよ、4分にしようか。炊きすぎたら硬くなるんやない、うん、なんて炊きすぎたら硬くなるんやないの。な、硬くなる。もういいね。うん、やっぱりね、硬そう。炊きすぎたんやない。だいたいこのイカは硬いわね。おばあちゃんもこのイカじゃないスルメは、うん、おばあちゃんもこのスルメでやったことないんだよ。本当にイカばっかり、うん、けどイカあまりにも高かったきやめた、うん、いや、向こうが言うてくれたわ、うん、奥さん どんな料理に使うのって言うけん、高校してね、酢ぬたを作りたい、ネギの酢ぬたを作りたいと、そりゃもったいないで、勇気やめたの。うん、何取りに来たろ。これやけど、もうボケてしまう。まあ取ってるからわかる、なんとなく。そして、うん、これに少し入れる。一品できたよ。はい、お酢ダブダブダブっと。おお、ユノスは絶対必要。うん、これはもう、あ、要するにも